あなたは賃貸派ですか持ち家派ですか私はゴリゴリの賃貸派でしたつい数週間前までね賃貸派の理屈はこうです借金をしたくない自由に移動したい家は古くなると売れないから結局家賃払うのと一緒私もそんな世間の言い分に同調し実家を出てから25年賃貸一筋でやってきたゴリゴリの賃貸派でしたしかし 現在カナダに住んでカナダの人たちがあまりに持ち家志向が強いのとトロントの郊外に住んで1年この場所がとても気に入ったということとあと家賃の値上がりの大変さっていうのを身をもって知ったことから持ち家のメリットについて本格的に調べ始めましたするとこれまで持っていた賃貸派の根拠がことごとく崩れていったのですこんにちは藤本です 本日は冒頭でお話した通り、私が賃貸派から持ち家派に華麗に変設をしたという話をしたいと思います。と言っても、今現在私は賃貸の家に住んでおります。そして持ち家派に転校したことに伴い、今現在進行形で家を探しております。で、私もともと自分が賃貸派だったんで、賃貸派の気持ちがすごくよくわかるんですが、賃貸派の人って持ち家にすることに伴う様々な面倒なことから離れていたいと、そういう気持ちが強いと思うんですよね。というか、そもそも、 賃貸と持ち家を比較すること自体がもう面倒というかね。まあ私もね、いろんな人にね、持ち家にした方が資産になるからってことを言われてたんですけども、その資産動向とか考えるのがもうそもそも面倒くさい、えー。それだったらもうビジネスを頑張って収入を増やした方が面白いよねっていうふうに考えてたたちなんですね。だから今現在ゴリゴリの賃貸派の人にとってはですね、賃貸か持ち家かなんてお話はですね、ものすごくとっつきづらい話だと思います。 でもこう考えたら価値観が変わったよというね私の経験を今日はお話しさせていただきたいと思いますもっとも私のお話はですねカナダ限定それもですね今私が住んでいるトロント郊外限定のお話になりますそのあたりはご了承くださいまずね第一に私が持ち家派になった最大の原因は何かというとカナダの不動産が値下がりする確率が非常に低いということですね 日本だとですね、まあ例えば新宿の物件、えー、買ったとしたら、えー、買った次の日からもうその価値がどんどん下がっていくっていうのが常識だと思います。30年同じ家に住んだらですね、もうその家はほとんど価値はないという形になりますよね。ところがカナダはむしろ逆なんですよね。値上がりを続けるんです。そしてこれがですね、根拠がない値上がりだとしたらですね、当然バブルを経験した日本人としても、ここは警戒すべきことだなというふうに思うんですけれども、 まあ、ある程度ね、えー、根拠があっての話なんですよね、えー。その最大の根拠はですね、人口が増えているということです、えー。カナダは移民をこれからも増やし続けるということを言っておりますのでね、えー、今後もですね、当面は移民を増やして人口が増えていくという状況が続きます。 だから単純にはは日本ととと比較でできないということですね。過去もリーマンショックコロナショックという、ね、経済のダメージが何回かありましたけれどもそれもです、ね、全部乗り越えて安定的に家の価格は上昇し続けておりますそれからもう一つカナダの住宅は物理的に寿命が長いんですよねこれはまあ日本と比べて、ね、気候的に、 湿度が低いというところもあるかもしれませんし、まあ地震が少ないというところもあるかもしれません。あとはですね、住人たちが自分たちで家をどんどんリフォームしてるんですよね。まあ例えば床をフローリングに変えますとか、壁を取っ払って新しい部屋を1個作りますだったりとか、あと地下室を作りますとかね、そんな感じで家をどん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 改造していくんですよね。 これによって住宅の価格がどんどん上がっていくというところがありますそれでもねもう今の住宅価格って限界じゃないこれ以上もう上がりようがなくないと思われるかもしれないですねその懸念は確かにあるでしょう実際もう住宅ってかなり高いものになっているのでなかなか手が届きづらいということでもう購入を諦めるという方たちもいます ただね、ここがちょっと日本と感覚が違うんですけれども、本当に富裕層の移民が多いんですよ。で彼らは、まあ日本円でいう1億超えの物件も軽々と購入していくんですね。まあ例えば今私が住んでいるエリア、まあ一戸建てもたくさんありますが、まあ一戸建てってことごとく1ミリオン超えてます。調べてみると過去1年で、今私が住んでいるエリアだけでもね、この1ミリオン超えている物件っていうのはもう何十件も出てきてるんですけれども、そのほとんどがもう売却できてるんですね。 1>, 1ミリオン出せるる富裕層がそんだけいるってことですよしかも1軒の物件が販売された時に1人だけ手を挙げるっていうレベルじゃないですよね数人が多い時には10人以上がですねこれ買いたいというふうに手を挙げるという状況が続いています本当泉のように富裕層が湧き上がってくるっていう感じですね あとですね、これは今私たちが住んでいるエリア限定のお話なんですが、今私たちが住んでいるエリアって開発途上のエリアなんですね。今私が住んでいるこの家もですね、たった3年前、これ Google のストリートビューで遡って見ることができるんですが、3年前はですね、もう原っぱなんですよ。何にもないところだったんですね。そこに今は新しい住宅がたくさん建っているという状況です。 で、えー、まだまだこのエリアにはアクチンがたくさんあってね、そこには大規模なスポーツコミュニティパークだったりとか、商業施設とか、学校とかが建設されるという予定になってます。まあそんなわけでですね、カナダ全体として、まあとにかく人が増えますよ。そして、今私が住んでいるエリアに関しては、えー、今開発途上のエリアであると、ということを考えるとですね、まあ今住宅を買って今後値下がりをするという可能性は少ないんじゃないかなというふうに考えるわけです。あくまで確率論ですけどね。で、 この前提があると、賃貸派の主張って全部ひっくり返るんですよね。まず、借金したくないというところなんですが、実は借金というのは資産になるという考え方があります。これちょっとね、直感に反する話なんで、分かりづらいところもあるかもしれません。実際私もですね、ちゃんと腹に落として理解するまでに、まあ数日かかりましたし、これを妻に話してですね、妻が納得するまでもやっぱり数日かかりました。ちょっと複雑なんですけど、説明したいと思います。 まず、賃貸の場合、家賃払いますよね。今私が住んでいる家の家賃は2600ドルですから、えー、仮に10年間住み続けるとしたら、31.2万ドル払うことになります。たっか。しかもですね、家賃は毎年値上がりを続けるというのが、まあ、こちらの常識になってますので、えー、おそらく35万ドルぐらい払うことになると思います。もはや、はを燃え押す金額。じゃあ、その10年後に賃貸を出ていくとき、 その10年間に払った35万ドルはもちろん1ドルも返ってきませんね。まあ当たり前ですけどね。これに対して持ち家の場合、まあ仮に借金をして、そうですね、キリがいいところで1ミリオンの家を購入したとしましょう。そして毎月のローンの支払いがですね、今の家賃と全く同じ2600ドルだったとしましょう。金利も含めてね。そうすると、まあ10年間で35万ドルをローンに支払うということになりますね。 そして10年後、えー、その買った家を売却するとしましょう。まあ普通だったら10年経ってその間に、 ちゃんと手入れをしておけばですね、10年後、家は高く売れる可能性が高いですが、まあ、ここでもですね、ちょっと厳しめに見て、全く同じ額1ミリオンで売却できたとしましょう。そうすると、えー、ローンはすでに35万ドル支払い済みですから、えー、売却額1ミリオンの中から、残りのローン額65万ドルを支払うということになりますね。そうすると、えー、手元には35万ドル残ることになるわけです。つまり、まあ、非常に単純なお話なんですけど、10年間に払ったローン35万ドルは、 売却時に丸々自分の手元に戻ってくるという形になるわけですね。まあ実際にはですね、売却した時に税金払ったりとか、不動産のエージェントにね、支払う手数料というのも発生しますんで、丸々というわけではないですけれども、まあ一定額以上はね、手元に残るということになります。で、今のは厳しめの見積もりですよね。えー、月々のローン、まあおそらく家賃よりは下がる可能性高いですし、売却額も 購入した時よりも上がる可能性が高いわけだから、まあその分ですね、手元に残るお金も多くなるということです。まあこれがですね、直感に反するかもしれませんが、借金が資産になるという考え方ですね。次に、えー、賃貸派の主張としてですね、まあ自由に移動したいという主張がありますね。で、えー、これもですね、カナダにおいては、賃貸と持ち家の移動の自由度ってそんなに変わらない。 っていう感じなんですね。まあ、賃貸の場合は引っ越したければ賃貸契約を解約するということになりますし、持ち家の場合は家を売却するということになります。まあ、どちらもあんま変わらないですよね。まあ、実際ね。カナダでは持ち家の人も家をどんどん売却してます。 そして、えー、まあ、高く売れればそのお金を使って新しい家にアップグレードしていったりとか、あるいは逆に子供たちが独立して大きな家が不要になったらダウンサイジングしていくっていう感じなんですね。まあ、その際に、えー、例えば10年以上住んだ家が、まあ、古いから安くなるかっていうと決してそんなことはなくて、やっぱり購入した時よりも高く売れてるっていうのが実情です。ちょっとびっくりしますよね、これはね。まあもちろんこれはですね、借りたい人とか買いたい人が居続けるということが前提なんですけれども、 今後の人口増加の予定とカナダの住宅の増加件数というところを見ていくとですね、まあ、まだ価格は上がっていいいく余地はあるのかなという,ふうに思います。人の移動はですね、まあ、例えば数時間あれば人ってね海外から移動してくることはできますけれども住宅を増やすっていうのはやっぱ数ヶ月かかるものですから、まあ、なかなかね住宅数っていうのは簡単には増えないということですね。 これに加えて、賃貸の場合、あるリスクがあります。それは、オーナーが出ていけと言われたら、もう出ていかざるを得ないというルールです。いやいや、そんなことないでしょ。って思うかもしれないですよね。日本は、賃貸の場合ですね、大家さんから出ていけと言われること滅多にないと思います。ところが、こちらは結構それがあるんですね。なぜかというと、家を売ることができるからです。例えば、 まあ今私ちょうど家を探してるんでね、えー、過去の家の価格とかもいろいろ調べたりしてるんですけれども、今私が住んでるエリア、た例えば1ミリオンの家があったとします。えー、この1ミリオンの家、過去の履歴を調べていくとですね、たった1年前には90万ドルで売れてる物件だったりしてるんですよ。さらに10年ぐらい遡るとですね、もう半分ぐらいですよね。50万ドルぐらいで売れてた物件が今1ミリオンで売りに出されてるという感じなんですね。まあつまりですね、1年間で10万ドルから20万ドルぐらい 値上がりしているということなんで、売ったらそれだけオーナーは儲けになるわけですから、まあ、オーナー売りたい人も出てくるでしょうねということですね。まあ実際私たちがカナダに来て一番最初に住んだ家なんですが、ここはですね、もうオーナーが1年後に販売するということを決めてましたので、最初から賃貸契約は1年だけということでした。 もし、今私が住んでいる家の大家さんがですね、えー、まあ家を販売することに決めたならばですね、私たちは2ヶ月後にはこの家を出ていかなきゃいけないということになります。まあこういうリスクがあるということですね。ということで、まあ家の価格が下がらないというね、この1点だけで賃貸派の主張っていうのはだいぶ崩れてしまって、 まあ、カナダに住んでいる。そして、まあ、今、開発途上のエリアにあるというね。まあ、この条件を考えると、もう持ち家派にならざるを得ないのかな、というふうに考えます。まあ、もちろんね、バリバリに収入があって、ね、家賃上がり続けても屁でもないですよ、という人とか、えー、まあ、もし親が出ていけって言われたら、まあ、出ていってどこでも暮らせますよ、という方。あるいは、まあ、短期間しかね、カナダに滞在しませんよ、という方は、もちろん賃貸っていうのは合理的な判断だと思いますが、 永寿券持って長くカナダに住もうと思ったらやっぱり持ち家派になるっていうのがまあ合理的な考え方なんじゃないかなと思いますも,もちろんね今後ねよくわからないリスクで家の価格が大暴落するっていうね、まあ、日本のバブルみたいなことが起こるかどうかは分かんないですよ、うん、それはあるかもしれないあるかもしれないけれどももうそれ言ってたら何もできないからねというところもありますね はい。という感じで、まあ私はですね、賃貸派から持ち家派に転向したということなんです。ただし、持ち家派に転向することと実際に持ち家に住めるっていうのは別問題ですね。実際に私が家を持つことができるのか。今回持ち家派に転向する最終確認としてですね、実際にじゃあ私がどれぐらいの金額をローンで借りることができるのかということをですね、ブローカーに連絡をして確認をしました。 そして出された金額と今販売されている物件、この両方ですね、比較した結果、今持っている現金を全て頭金に使い、限界までローンを借りて、そしてちょっと今の家よりもグレードを下げて、でもなんとか家族4人暮らせます、という家を選択した場合、本当にギリギリ、ギリギリのラインのその先っぽにつま先立ちした状態にはなりますが、かろうじて手が届く可能性が出てきました。 しかも今のエリア限定です。トロントは中心部に行けば行くほど価格が上がって、郊外に行けば行くほど下がるわけですが、私が今住んでいるエリア、まあ郊外の中でもかなり端っこの部分なんですが、まあそのエリアであればですね、なんとか手が届く範囲内の物件が出ているエリアでした。ここから少しでも都心側に近づけば可能性はほぼゼロです。でも今のエリア、開発途上のこのエリア、今の段階であればギリギリなんとかなるかも。 という状況ですということでかなりのリスクはあることは承知の上私は持ち家派に転向することになりましたということで、まあ、今現在ですね家を探している最中なんですけれどもこの家探しをですねまあいろいろびっくりすることがたくさんありますね。そこについてはまた次回の動画でお話ししたいと思います。 はい。ということで今日は私が賃貸派から持ち派に転向しましたよという話をさせていただきました。今日の内容が良かったよという方はいいねボタンをお願いいたします。このチャンネルではカナダの移住生活についてお届けしていきますので、カナダ移住もしくは海外生活に興味がある方、よろしければチャンネル登録をしてみてください。それではありがとうございました。